かった生地を平たく伸ばしてハムを置いて、多分こうやってギュギュッとペタってくっつけたら初心者でもやりやすいかも。で手前からくるくる巻いて、これ日本のと違ってちょっと厚みのあるカナディアンベーコンってやつなんだけど、まあこれしかないから、ここからこう巻いて、久しぶりだからうまくできるかね。でこの何もないところでこうくっつけるようにして、こうで閉じ目閉じた方が良かったかな、ちょっと忘れたけど、端っこはそのままでいいと思う。でこういって閉じ目をこっちで曲げるんだけど、こうすると閉じ目見えちゃうから、閉じ目を隠すように閉じ目を上にして、真ん中ら辺で折り曲げて、で自分に切りやすい向きにして、カードでここを切ります。少し残して、まあこんな感じで、こんな感じで開いて、私はもう本当は切り口はもう触らない方がいいんだけど、これハムっていうかこれ硬いから、ちょっとまあ丸く広げて、私はこう、まあ、丸にしておくのが可愛いから、切り口はできるだけ触らないようにして、こう丸くして、で天板に置きます。